か気持ちだけでいいから、恐れイリアの騎士魔人っていうか、キラキラ主人公に逆に持ち上げられるとか慣れてないしさ。そう？でも姉ちゃんの誕生日祝いたいってか、びっくりするほど増えてるよ。いつもいい位置まで頑張ってるからって、僕もうかうかしてられないくらいに。え？嘘？嘘じゃないよ。僕思うんだけどさ、これって将来もしかしたら、もしかするよ、案外姉ちゃんがみんなから一番お祝いされる馬娘になっちゃったりして。みんなから？いやいや無理っしょ。ありえたとしてもバカみたいに時間かかるよ。いいじゃん時間かかっても。さ、宣言してみせてよ、いつか僕の人気に追いついてみせるって。わかった、帝王にいつか追いついてみせる。3年後。いや待った、やっぱ30年後。ものすごい薄いけど頑張る。